腎臓尿細管、ヘンデループ中央の有事状の管が、ヘンデループヘンデループ内子ヘンデ形態、またはヘンデのループは腎臓の近隕尿細管の終端部分から遠隕尿細管の始まりの部分までを指す。ヘンデループは腎髄質でヘアピンカーブを形成している。この構造には尿から水とイオンを再吸収する機能がある。これを実現するために随質部で、 対抗流行関係が利用されており、ドイツ人医師のヤーコップヘンデによって発見された。ヘンデループは4つの部分に分けることができる。ヘンデループにある毛細血管には輸出細動脈から血液が供給される。この毛細血管は対抗流行関係を備えており、随質部からの溶質の流出を防ぎ、随質部の濃度を保持する。水分は 細胞間から下アンギャに浸透し、直ちに直細動脈に入る。弱い血流は直細動脈を通して、浸透の平衡と、血管から細動脈への排出抵抗の変化を調節する。また、自家細動脈は、一途球体で、ろ過できなかった大きなタンパク質やイオンを止め、細胞間からイオンを供給する。ありがとうございます。